だから絶対煙をいっぱい出しとこう。スモークサイドだなぁ。あ、待って、あ、待って、死んだ死んだ死んだということですね。今日はあの Need for Speed というね、うん、このレースゲーム、めちゃくちゃ綺麗なこちらの車のゲームをやっていきたいと思います。ちゃんと見、ちゃんと見にして、みんなやめてやめてやめて自己紹介すら何もできないです。これね、これ殺伐としたねゲームじゃないんで、本当はね人が殺伐してるんだよ、これはね。本当はめちゃくちゃ面白いレースゲームなんですよ。ということですね、今日はね、こちらにいる、まあね、やべえやべえアウトローなやつらどもが集まってるんでクレイジーなクレイジーなアウトローな。今回はエレクトロニックアーツ株式会社より2015年11月12日に発売された行動レースゲーム Need for Speed を、このアウトロー極まりない5人の実況者たちがやんちゃにプレイ。では Need for Speed を知らない君たちのために、Need for Speed の魅力を少しだけ紹介しよう。舞台はアメリカ西海岸にあるベンチュラベイ。走り屋グループが集うこの街では夜な夜な行動レースが繰り広げられていた。主人公はそんな中、スパイクという走り屋に気に入られ、彼のグループへと入ることとなる。プレイヤーは主人公目線で物語を進め、次第に様々なレースを繰り広げることとなるが、圧倒的なグラフィックによる超綺麗なビジュアル、まさに本物の車で運転しているかのような進化したレースをあなたに。5つのプレイスタイルを極め、カリスマを目指せ。アウトロー、スタイル、ビルド、スピード、クルーといった5つのプレイスタイルによって、既存のレースゲームにはなかったやり込めるゲームシステムを実現。初心者も熟練者も長く楽しめること間違いなし。さまざまなマシンを自分流にカスタマイズせよ。車好きが思わずうなる往年の名車から最新鋭のスポーツカーまで幅広く収録。さらにそれを自由にカスタマイズすることで、自分だけのオリジナルマシンが簡単に作れちゃうぞ。初めてもお帰りも、みんなでやんちゃしようぜ。まずは自己紹介から。じゃあもうこのちょっとやべえのから。やべえのか。やべえよ。全員やべえ。やばくやべえやっていないから、この世に今。日本代表から行く？日本代表から。日本代表から。日本代表から行きましょう。はい、どうも、この車映ってますかね。日本代表の武と申します。よろしくお願いします。大変だったよ。ゲーム実況界の毒キノコ、武。この中では、唯一の Need for Speed 経験者となるが、果たして腕前は。自称だからね、自称。全部モザイク入ってますから、モザイク。え、そんな、そんな。そして、次の参加者は。心が。日本の心を入れてるやついるじゃん、車に。相撲っていう日本の国技が。国技が入ってる。車に刻印してるやつが多いよ。おお、ゲーム実況界の横綱こと、ケンジですよ。ゲーム実況界の横綱、ケンジ。ハイテンションな関西人実況者の彼だが、果たしてレースの方でもそのパワーを発揮できるのか。ちょっと異名が違うな、前回の動画と。お願いします。タケさんの動画と違うな。そこのちょっと一番やばい、ほんと暴走してるドーナツターン大好き。どうも大好きかから、鮭をとてもない鮭トリックモロです。鮭我らがリーダー、鮭取り熊五郎。最近何かとおめでたいせいか、ドライビングが一番クレイジー。そもそも完走できるのか。あ、合わせたら合わせて、みんな合わせたら。絶対タイミングわかるでしょ。じゃあ最後はね、もうこう言ってんで、ちょっと一番ドライビングテクがやばそうな。やばい。はい、皆さんはじめまして。初めましてじゃないわ。いや今回ね、コーラさんの動画に載るから、初めまして方が多いですね。はい、鮭を取ったことはないけど、焼くのは好きです。ユキです。今回のレース、こう一点ユキ。
可愛らしい車に乗る彼女だが、一説によると運転テクはかなりヤバいらしい。夫婦揃ってクラッシュしないことを願うが。流れちゃってる。さっき入ってるんですか。拷問にしか、拷問にしか聞こえない。じゃあとりあえず、はい、今日も京都でレースする。やります。レースしましょう。レースしよう。やりましょう。そうね、ここにいたらね、ぶつかり合いしかやらないから勝負つかないから、レースで、うん、レースで、そうだ ね、白黒つけようぜ、うん、そしてメンバーは、一郎、レース会場へもう、ガソリン、これはひどい、砂利かけてんの、うん、これはひどすぎる、すごい、ぶっかけられてる、めっちゃぶっかけられてんだけど、これ何、ぶっかけられてんだけどタケちゃんとベンディさんからめっちゃぶっかけられてる皆さん気をつけてさ、これがゲーム実況者の実情です軽くゲーム実況者の黒い部分が見えたところで、早速レーススタート。あーあーギリ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 フライングしちゃダメだって、マークさせてくれなかったでしょ、フライングはしちゃダメだって、どっかの酒取りクマゴロみたいになっちゃうからさっき負けないよ、俺負けないよ、もうやるから今回1位取らない、あー死ぬぞ、あとは何なんですか、ちょっと待ってください、来たよしよし、いけないぞ、もう3位やる、今回もう2位や、2位だからこのまま上位を狙う、3位よっしゃすげえなんか接戦、みんなギチギチに入ってるなんだこれ、あーゆきさん序盤からギチギチにぶつかり合う大接戦を繰り広げる、やる、絶対にやる、やる、破壊って書いてあった、破壊急にブレーキしたの、絶対にやるやりました、ケンディさんちょっとコアラさんのケンディさん前でそれやってないと映ってないよ我々やべえ、みんながみんなから男3人がトップ争いをする中、次やんちゃ、ちょっと後ろからめっちゃ来る、やめて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 、ああマジ事故、やばい、やばい、前が前がとんでもなかった、前が、え事故った、やばい、ここで目の前の3人が大クラッシュ、事故った、ちょっと事故ったわ、あー来た来た来た、ゆうきさん、イエーイ、おー早い早い早い、情けない男性陣を見かねてゆきが先へ躍り出る、うわー、おすごい、あ、早い早い、ゆきさん早い、え見えない見えない、どこみんな、え全員やる、これすごいな、全員やる全員やる、やば、邪魔だその車、怖い、たけさんがまだ後ろに、たけさん抜かれた、よーし来た、これ視点変更すると臨場感が半端ない、あ、ちょっと待って、ちょっと、うわやばいこれ、一人称にしたらやばいんだけど、すごいですよこれ、邪魔、あ、一人称怖っ、ちょ、一人称怖すぎでしょ、本物さながらの一人称視点での運転にビビる一同、ちょっとエイミーエイミーコンピューター、コンピューターが1位、あ、あ、ケンジーさんが1位だった、おしゃれ、チートらせていただきますよってに、ここでケンジーがトップに、あ、これ勝ったんじゃないですか、フィニッシュでしょこれ、うそー、あーマジか、あーやばい、あフィニッシュ、横綱ですよ、横綱だった、さすが起きなかったよ、もう実況下の横綱、なんで誰もいないんだろう、バグかな、一番バグじゃない、あれ誰もいないけど、バグ誰もいないけど最終結果は1位ケンジ、2位コアラ、3位がコンピューター、4位ユキ、5位タケ、そしてぶっちぎりの再会はシャケ取りクマゴロウ、はい、ということで今回このようなレースをしてね、めちゃくちゃ待って待って待って、閉めてる、閉めてます、閉めてますって閉めてますって、今今締めのタイミング。はい、叩くぜ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 。はい、みんな物騒だな。チリウエ。怖い、怖い、怖い、怖い。よし、ということで、うん。ね、もう、はい、今回レースめちゃくちゃこのゲームね、まあこんなリアルな感じですげえ面白いんで、ね、はい、ぜひとも皆さんも買ってやってみてください。ということでね、次の動画は、ケンジーさんで。いや、ケンジーさんに行く。今度ユキだね、うん、もうみんなまだ走り足りないでしょ、あ、お、あ、あ、私のチャンネルで遊びで、ユキさんの動画ね、動画の説明文からね、ユキさんの動画に飛べるんで、うん、ぜひともそこからまた僕らのね戦いを見てくださいということで、はい、ではまたね、バイ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 、たまらんな、はい、あ、たまらんな。